この辺のお店どこでもお客取らなあかんのやろか。取らんつもりでも取るようになってまうんや。そうやろな。ふみえ、おおきに。背伸びしてみる機械今日、今日も来て気が遠かる。あなたにあげた夜を返して港、港函館鳥雨。何や、ほんまは人のことなんぞ。来たらおれへんよって警察に引っ張られた思ってたんや。手配の男とちゃう言うたやろ。分かってる。せやけど、あんたんこと思い出すと、なんや手配写真の男と頭ん中で一緒になってもって、一人の男になってまうんや。俺もいつ人殺しするや分からへん。そしたら、手配写真の男と一緒になるやろ。よう、あったまっとる。よう、膨らんでるわ。なんやねん。あんたな、頼むわ、お金回して。うちのこといてまえ言うとったそやないか。やろう思って待ってたやないんか。あの時はな、カーッとしてもたんやけど、よう考えたらな、お前に頼むしか、頼む人いいひんなあ。もうニッチもサッチもいかへんにゃ。夜月やおろす金がいるね。もう商売できん。おろそおろそ思ってるうちにな、こないなってもたんや。何がおかしいんじゃ。おかしいわ。うちん時みたいにな、どこぞの路地で産んだらええやないか。商売でけへん言うてんやないか。稼がなな、稼がなおっちゃんに捨てられるんじゃい。捨てられ捨てられ捨てられ、捨てられてな、サネオみたいに動けんようになってのたれ人士なあ。サネオ、お母ちゃんにもお前のようになってもろて、少しは分かってもらい。よう分かったわ。のたれ死にしてもたる。結構なこっちゃ。足腰たたんようになってからやっとサネオのこと思い出すやろ。お前のようなやつを15の若さで力んで産んだかと思うと、お前の父親の顔が見たいわ。どうせな、サック代ケチった薄汚い客やってんやろ。覚えてへんけどな。
この女がそない気になるか。ええ、兄ちゃんよ。言うてみ。どこ行こう思ってたんや。こんな高いとこばっかし登って。うちの弟やねん、アホなことさらしようって言ってもうたんや。この町なんでやの。こいつがいてもうたら人全然おらんようになってしもたんや。サネオが連れてったんやろか。ところであんた人違いやったん。俺やない、言うとったやろ。よその土地行くんか。一緒に行くか。誘ってくれるんか。うちそんなこと言われたん初めてや。行くか。この町な、みんな寝なし草や。みんな望み捨ててるんや。せやさかい、うちここにいるわ。ここはうちの土地や。相性ええんや。